1平米は5万円何十ヘタルでしょ、すごく金持ちになる。一番下、弟をもらうだけ怒るよ。それから彼の奥さんも怖いなのが喧嘩してゴーちゃんちゃん多い。何でもあるよ、このも昔は土地の姿関係ない。今だ、はい、考え方違う。これはじゃあシノミ川でしょ、それ川燃えた。これ川。これはゴミじゃないよ。これはね、最近中ね、これ糸を作るとか紐を作る。お水の中すごい丈夫。あと木の肥料作る。あと椅子、ソファーのシート。ゴムがすごい高い。これで、ボイドボイドよ。だって今もうやるよ。あとなんか硬いカバー、カップとか。Vô là con ra bắt rồi. Tại con tính vẽ là chạy ra lấy một cái sách. Con vẽ sơ rồi nó chỉ. Bừng đó. Go here, this way. Đó đây là tại gì? So sad. Your family is stable. What if you have done this?そうですね。まあ、でココナツを絞って、でここからこうなんですね、結構今食べてみるの結構美味しいですね。でこっちが販売してます。めこんでるで手漕ぎボード乗ってるとこですね。これが江戸様。農船の時に米軍たちは手漕ぎボードで武器運んでいました。ああなるほどね。その時に米軍の砲類いっぱいありました。はいはいはい。すごく危なかっただから手漕ぎボードで一緒のためにボードの上は野菜と果物、そういったところに袋に入れた武器つけてます。ああなるほどね。そのまま米軍の砲類取りました。ここら辺で枯葉剤の影響っていうのはあったんですか？あんまり合わない。あっちのマングローブのあっちの方がありますよね。空地トンネルとかね、あそこら辺はやっぱいっぱいあったんで。はい、ニッパーチのもいいです。あれです。別はソウバはワニとピレア絶対いないです。あ、いない。動物園だけ。あ、動物園だけね。よく取られます。だから守るために動物園で集めて持ってます。昔戦争の時に食品が足りなかった。だから何の動物でも食べられました。犬、猫、ネズミ、毒蛇、何も食べられました。すごいね。あ、犬も猫も食べたんですか？中国、韓国も結構多分犬、猫食べてますけどね。同じなんですね。犬は全部食べないです。1年間飼って選んで食べます。バカ犬だけ食べます。バカ犬。選び方は私は少しだけわかります。あとは耳が動ける犬が食べないです。意味は番犬のためにちっちゃい声も聞こえる犬です。あ、はいはい。次は毒ヘビ。ベトルジーの毒ヘビがわからないです。よく取って焼酎とか料理作ってます。あ、焼酎とかね。それ以外にネズミとか、ネズミはヤシのネズミと田んぼのネズミ食べます。町のネズミは絶対食べない。なるほどね。昔そんなコンクリートの橋がなかったです。その時にヤシとか竹から橋作ってました。そのヤシと竹の橋の名前は猿橋。今猿橋ほとんどないです。コンクリートの橋変わってます。でもベトナムワニいるの？動物園だけだよな。はい、ないよな。この高い橋の近くに動物園あります。あそこに毒ヘビいっぱい集めてます。毒ヘビ。その動物園は軍隊管理してます。ベトル人は18歳になったら男性、もし大学に入らないと絶対軍隊に入ります。義務です。徴兵制。はいはいはい。そうです。あ、いた。3年間、2年間とか3年間かかります。3年間の年は専門とかリーダーとか勉強中だから1年間かかります。それって寮とか入らず普通に家から通ったりするんですか？寮っていうのはドーミトリーなんか絶対ここでどっかにアパートみたいなここに住んでここから通ってっていう。違いますよ。違います。あ、大量のところにアパートを作ってもらってます。そこに住んでいます。そこに住まないといけない。すごいね。外はあまり出ないです。1週間多分日曜日だけ4時間とか5時間だけできます。祭りとかすごく厳しくなります。その時に絶対外出れないです。確かにね。がいて、運命の命がないから欲しかった。命は神様みたい、事故ないよ。海の船は命がない、命がない船は海、命がある船は川。海は広い、たまに船はぶつかない、大丈夫。あと他の説明して、川に